はい、これ友情に当たっていきます。で、誘発させていきます。はい、強すぎ。はい、これも友情ゲーミング、友情ゲーミングですね。で、次も、次のやつはね、超砲撃なんでね、ここもね、友情ゲーミング、友情ゲーミングで、あとはハゲでっていうことで、ロットです。こんにちは。モンデミーの動画を見ていただいた方はありがとうございました。で、今回はキンキ22の動画で、ちょっとね、最近重心化したミョルニルをちょっとね、使っていこうと思います。で、ちょっとね、重力ないんですけど、これまた友情が強くてですね、ちょっと使ってみたところ強かったんで、ちょっと皆さんにね、もしなんかね、適正がいなくて、なんか適正キャラに困ってるよって方は、ね、よかったら使ってみてください。強いんでね。で、 4P のやつが挑戦権解放済みなんですけども、 3P がねしてないので、ちょっとそこの比較とかもね、よかったらね、見ていただけるとありがたいですね。で、これはね、とりあえず重力持ってないんで、もう弱点殴りますしかできませんね、これは。で、とりあえずね、まあ、コツとしては、先にね、先に弾をやっつけてください。じゃないと、もうね、お詰みになるんで、あ、こういう感じで、あ、痛い、ハートナイス。ハートナイス。お詰みになるんでね。で、ちょっとどうしようかな、これ、一旦暴れようかな、ハート取って。こういう感じでちょっとね、火だめが痛いんですよね、ほんとに。あー、弾、もう一回弾、オッケー。はい。で、ここから覚醒します。ここからなんですよね、強いのが。弾が消えた後の、友情火力がめちゃめちゃ高くて、もう皆さんもね、見て驚くと思いますよ。で、一旦、そうですね、ちょっとね、友情わかりやすくね、ちょっと殴んないでいきますね。こっからですね。こっからですよ。見ててくださいね。驚愕するんで。手順としては、ミョルニルが爆発持ちのキャラに当たります。ここだと、ベルサイユなんでね。はい、こういう感じで。今のが挑戦権解放してないやつですね。十分ですよね。で、挑戦権解放してるやつで殴ります。ちょっとね、ここ危ないんで、先生打ちます。いきますよ。はい。はい、はい。はい、どうですか、これ。強いですよね。しかも、ほら、エゼッセ、確定麻痺なんで、ね、即死とかね、厳しいよって方はね、使ってみてください。エゼッセも結構火力が出るんでね。うん。はい、次。お次は、ベルサイユさんですね。とりあえず、カスゴールありますか、一旦。厳しいんで。で、魔導士から先に倒していきます。もう一丁、OK! そう、ベルサイユはなかなかいいんですよね。宝蔵院ね。宝蔵院も最高です。はい。で、一旦トリケラトプスを倒します。はい。で、次もお玉倒しましょうか。お玉倒して、スイって感じですね。はい、ひらめが痛いですね。で、次は宝蔵院さんで、ちょっとね、暴れます。玉をね、倒せれば OK。はい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 、OK。はい、こっからです。から強いんですよ。もうこっからね、幕末リザレクション並みの安定感があるんですよね、このボス削り。このボス削りがね、多分皆さんもやってる通り、きついじゃないですか。なので、これがね、安定すればね、なかなかのもんですよ。はい、ちょっとね、今当たりにくい位置に行っちゃったんですけども、これは、気合で当たりに行くしかないですね。まあね、まあいけるでしょう、これは。はい。で、友情当たりに行きます。これ挑戦権解放してないですね。今の。でもね、
ご覧の通り朝鮮系会話をしているやつでも、ね、叩きに行って友情も発動させるって感じですね。はい、こんな感じです。もうやばいですよね、これ。で、次がなかなか問題のステージと。もう次ね、弾。次の問題は弾ですよね。弾がいっぱいあるんで。うん、とりあえずね、もう弾をね、優先的に、スパスパやっちゃいましょうか。本当は、お、ナイス、ナイスクリティカル。で、次もとりあえずね、できるだけ、弾の数を減らしてください。弾がね、厄介なんで、一番。はいはいはい。まあ、こういう感じでダメージ与えて、で、次 3P なんで、まあ、右のやつ倒せればいいかな。出て、届かないかな。届いた。でね、ラスケは、ちょっとね、取っときたい感はあるよね、構造員。ミョルニルが動くように。はい。で、1個弾倒します。まあまあまあ、ここは余裕ですね、打たなくても。なので、一旦もうね、こうやってもう弾をね、強引に、倒してみます。あっ。OK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 。1体、1体倒せばいいからね。はい。で、火だめが痛い。で、上の回復をね、育ててたんでね。で、代用キャラ、まあ、コマさんとかですね、完全ギミック対応だったら。ただ、コマさんだとね、ちょっとね、レクタイみたいに、SS 加速とかできないから、まあ、本当にピンチの時は結構厳しいんですけど、まあ、全然コマさんでもね、まあ、全然いけると思います。難易度上がっちゃうかもしれないですけど。はい。あと3ターンですね。まあ、これ余裕っすよ。もう朝鮮系解放済みの、これがいるんで。まあ、できればね、本当に、ガチで22のスタメンにするんだったら、もう朝鮮系解放した方が、良さみですね。はい。使う人いるのかな？まあ、でも本当に適性持ってない人は全然ありだと思いますよ。このキャラは。はい。で、難なくラスゲまで、来ちゃいましたよって感じですね。いや、これ一発撮りでよかったっすね。で、ラストステージですね。ここも、まあ、まあ、とりあえず、弾から倒したいところなんですけど、無理ですね、これは。なので、もう適当に動きます。はい。で、このミョルさんも、まあ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 、宝蔵院当たって、下の窓下をすれば OK という感じですね。あ、当たりませんでした。はい、で、次、宝蔵院さんで、いろいろ倒していきますと。なので、どうしよっかな。ちょっときついけども、窓下を、まあ、いろいろなんかね、いろいろやってくれたらいいね。あ、捕まっていく。SS 次打てるので、で、プラスミョルニルもね、重要がないんで、まあまあ使えますよって感じですね。カールハル、加速する、はい、トリケラ倒す、倒せない。まあでも次はね、メテオでね、格殺できたりするんでね、もう完璧ですね。はい。もうメテオ打っちゃおうか、これ。メテオ打っちゃって、メテオかな。ベルサイユにね、当たれたらもうね、フィニー完璧ですね、完璧。あ、当たりません。当たりませんが、メテオが割と入るんですよね、これ。で、次も、もうね、即死も近いんでね、打っちゃいましょうか。はい。で、もうね、友情発動させつつ、SS も打っています。はい、こういう感じで。削りは余裕ですね。はい。見てください、これ。でもあとね、宝蔵院でハマるだけの簡単な作業ですね。ハマりませんね。ハマりませんね。ハマりません。ハマりませんが、敵の残り HP がもう少ないということで、ベルサイユでも倒していきますと。はい、しびれて。しびれていく。これもね、ミョルニルの一つの強い点なんでね。本当に、終わりましたね。本当にね、今のはちょっと倒せなかったらやられてたところなんですけども、まあ今みたいな感じでね、ミョルニル2体ともね、挑戦系解放すればね、本当に安定した火力が出せるんでね、本当フレンドさんの挑戦系解放してるやつ読んで、まあね、自分のやつを使って見るのも全然ありかもしれないですね。もう本当にね、22だけじゃなくて他のところも全然使えるんで、まあよかったらね、いろいろ使ってみてください、ミョルニルを。
では、ご視聴ありがとうございました。